れた時素直に聞いてあげられずに寂しい思いをさせてしまったね。すぐに焼き餅焼くのが僕の悪い癖だって分かっていたはずなのに、自分勝手な思いが残酷な言葉になって君を傷つけてた。一緒にいられるだけで輝くのかもしれない。